おはようございます。スタジオジブリの宮崎です。私ジブリに入りましてから、随分いろんな仕事をやってまいりました。で、一貫性がないなと思う気もするんですが、なんだろう、こうやってまとめていただくと、そろそろ引退もできるのかななんていうことを思った次第です。とっても面白い展示になっていると思いますので、たくさんの方に足を運んでいただけると嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ビジョンはないんですよ。ないので、今日はこれからというか夕方なんですけど、鈴木その他とちょっと会議をすることになってまして、今後どうしようかなっていう、引退したいっていう常々言っている鈴木に辞めることはできないよっていう会議なんですけど、ね、多分鈴木さん今どっかで見てると思うんですけど、そういう打ち合わせをする予定になってます。で、それはさておき、なんだろう、やっぱり映像っていうんですかね、映画を取り巻く環境っていうのがジブリが生まれた時から随分変わってきてるっていうのは確かだと思うんですね。で、そういう中でどうやって映像作品を作り続けていくのかっていうのが一つのやっぱり課題になってるし、で、作り手の立場からすると、君たちはどう生きるかみたいな作品を目の前に突きつけられると、その後に続くものっていうのは大変ものが作りにくいっていうんですかね、やっぱりそのプレッシャーになるので、そこをどう超えていくのか、迂回していくのか、そういったことを考えなきゃいけないなっていうことはありますね。と同時に、その、ジブリ美術館、ジブリパークでやってきたわけですから、それの発展みたいなこともやってみたいっていうんですかね、やるべきじゃないかっていう話もやはり出てきていて、ジブリパーク第3期なんていうお話もないわけではないので、そういったことにも取り組んでいけたらなっていうふうには思ってますね。はい、ありがとうございます。